こんにちは、まやこです。今日はハロウィンに向けて魔女風メイクを自己流でやってみましたのでご紹介いたします。ベースメイクは済ませてあって、眉も描いています。で、眉の3色の一番薄いところにノーズシャドウも薄く鼻筋のところに入れていて、で、ハロウィン需要もないかとは思ったんですが、まあ、何かのイベントやパーティーに出かけられる際にもそこまで大げさなメイクにはなりませんでしたので、どうぞご視聴ください。家にあるアイシャドウ、ちょうどね、なんか苦手な使ってない濃いめの色、余ってる分の深みのある色、青緑みたいな色と、あと紫系の色ですね、魔女っぽい感じのダークなお色をグラデーション、目尻に誓って幅広に入れて、ちょっと釣り目効果で、最終的にはリフトアップ効果になって、目が顔が釣り上がって、たるみが解消されるんですよ、このメイクしていくと。だからね、魔女もメイクを取ったら結構柔らかい顔してるんじゃないかなっていうぐらい、魔女のあれはメイクなんですかね。リキッドラインももう二重幅よりも幅広に入れる感じ、もう大げさに。で、目尻の跳ね上げはもうまるで普段のメイクは無視で、思いっきり上げてます。目尻、本当の目尻より5ミリぐらい上に上げて引っ張っていく感じですね、上に上に。で、このベルバラのリキッドアイラインもかすれてしまって、黒のリキッドっていうのがね、手元になくて、で、ペンシルで下のまつげの間とアイオーダーを埋め込む感じで下にも入れています。目頭の方まで攻めていっています。で、アイシャドウの濃い色も下に入れてます。で、まつげを上げて、もう笑っちゃってますね、なんか。でも、もう舞台のメイクってもうこんなもんじゃないんでしょうね。仕上がった時は本当もう化粧品で働いてる時の仕上がりってこんなだったなっていうくらいでした。なんか懐かしい感じがしました。多めにも、これもなんてことないです。もっと入れてもよかったかなと思いました。で、リップライナーはもうヌード系しか持ってないので、アイラインを代用して、アイラインは柔らかくて、リップライナーの あれに代替になるなと思って、でも、もう黒なので間違えたラインを描いてしまうと、もうネイルと一緒で失敗すると、もうね、綿棒でちょこちょこしたり訂正したりして、で、真ん中に黒をちょっとこうね、こう入れておくと、立体感っていうか、もう絵画のように影を入れておくと、両脇の唇がふっくら見えますので、黒をもうね、悪役レスラーですよね。でも、こういう黒っぽい口紅流行った時ありましたよね、昔言ってました。で、レブロンのカラーバースト、これはなんかもうだいぶ前の雑誌の付録で、色も選ばれたと思うんですけどね、すごい人気があった付録の分で買って、でも、もうそのまま使わずに。でも、赤いリップはやっぱりね、大人なんでち
マスターしたいですよね。で、潤ってるので、はみ出さないように輪郭で、はみ出して血みたいにしようかなとかも思ったんですが、ちょっともうカメラが回ってるので失敗ができないと思って首をかしげながら。で、これはエスティローダーのクリスマスコフレのなんか残り物で、ちょっと真ん中に薄い感じなので立体感を出すために真ん中を埋めていってつけました。もうこの時になったら必死でしたね。もう汗もかいてきていて、自分が何をやっているかもわからなくなって笑ってますもんね。すいません。で、あ、このメイクをしようと思ったのが、100均に行ってもハロウィンのグッズがたくさんあって、このマスカラかわいいと思ったんですけれどもこの通りでもつけるのが大変で、カットもしたんですけどね、長さがもう熱い熱い、ちょっともう自分のまつげでいこうと思って、で、それならちょっと紫系のマスカラとかね、あればよかったんですけども、黒しかなくて、でももうアイラインのインパクトが強いので、マスカラとかもつけてもつけなくてもわからない状態です。笑いが出てくるんですよ、おかしくて。すいませんね、こんなもの見せて。マスカラを入れて、で、この時になって、バレエの、ナタリー・ポートマンのブラックスワンって見られた方いらっしゃいましたら、ブラックスワンのメイクっていう風に最初から設定してれば、ちょっともうちょっと勉強してやれたのになと思って、バレリーナみたいな、ふわふわ羽とかつけて。でもですね、でも毎年ハロウィンで、ハリウッドスターも、ハリソン・フォードとか、夫婦でなんか楽しい仮装とかやってますよね。かといってハロウィンパーティーなんてないんですけどね、呼ばれないですしね、まあ、丁寧にやってます。で、これちょっと大げさですけど、なんかの弾ける夜の遊びの時とかに夜の遊びもないですけどね、完成しました。ちょっと服も黒っぽい、なんか魔女っぽくもないですけどね、着替えてきました。で、つけまつけと一緒に、魔女の帽子、カチューシャ、なんていうんですかね、それみたいに頭にくっつける。これ、私頭大きいんですけど、全然痛くなくて可愛いかなと思います。大人もいけます。これはなんか去年家にあったものですね。帽子を見せようとしています、映っていますけどね。まだまだハロウィンまで時間ありますけどね。で、それから先日、フォックス型のメガネ、アメリカンホラーヒストリーの、魔女団の、ちょっとフォックス型のメガネ買いたくて、でも実際もうこのメイクしてこのメガネかけたら全然おとなしくて普通になってしまって、普通の人でした全然わかんないですよね。舞台メイクとかもさぞかし濃いんでしょうね。だから、パーティー会場がドアトゥードアじゃなくて、もう電車とかバスで行く方は、こういうメガネをかけてから会場でメガネを外して、コンタクトにカラコンとか入れたらいいんじゃないですかね、アイディアとして。この帽子もね、後でくっつければいいわけですし。またニコが見てました。かわいいですよね人間の愚かな行動を猫は見ています。で、この後
メイク落としを半分ちょっとやってみて検証してみたところ、やっぱりアイラインとか口紅に口角上げるとリフトアップ効果がありました。以上になります。ヤンスキーと3匹、仮装させられなくて安心してゆっくりしています。で、肌寒くなったので3匹一緒に寝ています。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。